今回の「ブックスタンド t v は編集者から小説家へと転身した樋口健宏が登場、うん、書き始めてしばらくしてから世の中がああいうコロナの世界になって樋、うん、口さんの著書は予言だらけさらにいざ自分が担当になるとまる <laughs> っきり笑えない。うん 新居の販売はおよそ1年遅れ。その理由とは。<laughs> はい、えー、こんばんはブックスタウン T. V.。今夜もお届けしたいと思います。手紙ちゃん。よろしくお願いします。今日はですね。<laughs> 二回目のゲストですね。はい。で、私はでも始めました。あ、そうか、そうか。博士時代に来ていただいて。もうね、ご紹介しましょう。はい、えー。新刊を引き下げて来てくださいました。作家の樋口健さん、よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。樋口です。初めまして。いやいや。ゲストの樋口健洋は。ブブカや三浦純マガジンなどの編集を務めた後。2009年にさらば雑司がやで。小説家デビューという経歴を持つ人物です。 前回ね出た時ねヒロシさん確かね作家引退すとるといわれてるん、えー、前です、ね、ずいぶん前うもうあれは本当に受けなかった僕は子どもの頃からレス大好きなんですね、はい、それでテリー・ファンクだとか「ダイナマイト・キッド」だとか「大仁田敦」長州力とか、はい。はい あ男ってものは一回やっぱ自分の職業天職を引退するものなんだそ,んななそれでしれっと復活してもう一、ん、回祭りをもち盛り上げるぞっていうなのでやっていいんだと思って<ー>ツイッターでまあ本でそれどうせプロレスの本出してた時だったのでやったんですよ。すすに受けられちゃったんす、ね、ででねもままあ人は変わりますし 戻ってきていいですかいいこと言ってくれるその通りです新刊もこれも樋口さんの真骨頂ですよエロバイオレンス無法の世界出紙じゃんこれ読まれたということですけども読まさせていただきましたもちろんですよ読んじゃったんですよご本人目の前にしてどこまで素直に感想伝えていいのだろうって思わされる作品なんですよまあまあまあでもなんか樋口さんのそのなんかすべての事柄を超過剰に怒悪的に書くことではい こんなのことありえないよなだったはずなのに、ええ、近年すごいロワーク的に書いてるはずなのに<う>近しいことってもう現実にあるよねって気づかされはしましたすごくもうね今のコメントだけで、うん、なんでデカミちゃんがこう、うん、今売れっ子引っ張りだくかよくわかりましたいやいやいや,いや,いや <laughs> あとそのすごい楽的なのにくすっとさせるタイミングが絶妙というかめちゃめちゃ現実の政治家の出現引用してたりとか樋、はい、口作品、ね、<ー>いろんなこうギミックがどんどん入ってるから<う>で最後のね、端末のスペシャルサンクスの多いことっていうのも樋口虫。<laughs> ね、スペシャルサンクスさえ黙っとけば怒られないかもしれないのに、うん、怒られる方向に行っちゃったっていうかご本人たちが見てなんだこれはって言った時にいやでもたまたまですよっていう言い逃れを自分からなくすっていうなくすっていう <laughs> <laughs> ちゃんと引用しますっていうはいこっから引用しましたっていう感じで、ね、潔くでい<や>無秩序で危険になった日本で同性カップルが東北を目指す無法の世界その中には樋口さんのオマージュなど ネタがふんだんに盛り込ままれていますこうリスペクト込めての自分で自分なりの解釈で書くとかもですけど私やっぱりその現実の,その政治家の失言の引用とか,、うん、なんかネットミーム的な部分とかって<ー>なんかどうやってその書いてるうちにはたと思い出して入れてるのか、うん、普段からめちゃめちゃこの発言いつか使おうと思ってリスト化してるのかとかはか、ね、結構気になりました。報ですかね 言いたいことがものすごいあるっていうのはなんか作家さんってやっぱ作品に出ると思うんですけどすごいいい意味でこんんなななに大きいい声でで言っっっぱし帰ててくあるんか自分なりの結論みたいなのを作品の中で提示してスッて終わっていく作品が特に小説とかは多い気がしてるんですよとかこういう考え方っていうのをがあるんですよっていうのがあるんですけど。 こんな問題もあるこんな問題もあるこんな問題もあるんだぞバイバーイみたいな。こ <laughs> <laughs> れがもう。一話し。そう。これ今までの過去の、ね。一話知らないみたいな感じが。過去の作も確かにそうかもしれないな。<ー>どうですか今回の作品というのは今までのヒューさんの書かれた作品の中でどうなんですかね。うん、ちょっとあの久々にちょっとエロアンドバイオレンスはそれまでちょっと子育てもやっていたりしたので。 あの少し離れているところはありましたね,でもねですごいのがですね、うん、あの樋口さんこのねパンデミックが起きるコロナ禍の前に実はこれの本を書き上げてるんですよあ、じゃあ完全にそのコロナ禍的なものを経て書き始めたんじゃないんですね違,違いますねたまたまなんですね、うん、樋口さんの作品あるあるとして、うん 自分が書いた世界が現実になっていくっていう引き寄せちゃう <laughs> そうなんですよ例えば僕2009年にサルバズオイシュガヤっていうのにデビューしたんですけど、うんはい、その中ですごいずっとその時休んでた小沢健治さんのことを引用して出したんですね、はい、そうしたら翌年10年ぶりぐらいに、うん 活動を再開すると発表したりだとかたモ、はいうん、理論を書ったら、えー、半年後に「笑っていいとも!」が終了したとか、はいえー、で今回のこの「無法の世界も」も、うん、書き始めてしばらくしてから世の中がああいうコロナの世界になって、うんうん、あままたた今回もだと思いました、はい、およそ1年も発売が延期したという「無法の世界」。そそんなに遅れた理由とはは大きくはその この江口久志という人がいまして小学生の時に「えー、少年ジャンプであの」で「すめパイレーツ」というギャグ漫画がありまして。うん もう本当に大好きで、でも自分が作家になったからって自分の表紙を本の表紙を書いてくださいなんてもうおこがましくてずっと頼めずにいたんですよ。そうしたらですね、能天気な角川の若い編集者が頼んでみましょうよっていうからやめてくれと思ったんですけど、そしたら江口先生引き受けてくれたものは良かったもので出ましたと。最初が2022年の4月ぐらいに頼んでで発売が3ヶ月後の7月。 うん、じゃあそこに間に合うように帰ってくださいって言ったのがまずあっさり1回目の締め切りはなしでまあそこまではまだねまあ予想がつくというか、ね、うまあもう地質で有名なんですよ。えー、とにかく原稿を落とした本人いわく白いワニが来たっていう言葉をよくそのフレーズを使うんですけど。うんうん もういろんな出版社から編集者を泣かせた、うん、お年のビッグイーンと呼ばれていたんですけど<ー>もう僕はそれまでは一読者として <laughs>、はい、いや大変だな、あ口ぐちの担当者をやってる人たち、ね、ってゲラゲラ笑ってたんですよ。<ー>ところがいざ自分が担当になるとまる <laughs> っきり笑えない <laughs> もう本当に青ざめていくしなぜか編集者じゃなくて僕が原稿の催促に行ってるんですよ。ななぜそうなったの,かその 展覧会とかあったりしてそれで僕が直接行って楽屋の方行って先生どうですかねって言うとあ大丈夫来週にはかくからもちろん嘘なんですよ <laughs> <laughs> いやいや嘘というか、まあ、その時は本当に思思ってるとその間にも江口さんは後から依頼されたお仕事を絶好調に原稿アップしてるわけですよ。<laughs> あで嫌、ねね、がってあ <laughs> 僕の後から頼んだ、ねはい、締め切り他の全然締め切り後のですよそっちは上がってってんの僕も指を加えて見ていてで今年の年が明けたところ1月の時にも。<laughs> あやっぱり1月今年の2回目の設定の発売設定もうもう出なくなってあやっぱり出ないんだもう終わりなんだなと思ってたら夜の11時近くに子どもたち小さい子どもたちを風呂に入れてしたら、えー、ツイッターで DM でいきなり「諦めたのですか?」って「<え>諦めたのですか?」って「えっ誰?」と思ったら江口久しで、はあ、今六本木で「あきらの大友さん」と「 淳さんと<う>あと浦沢直樹さんとで<う>あの飲んでるんで「天才たちのたれですよ、ね、そうあの樋口さんも来ませんか?えー」とかって言うんですよ。行言ったらもう結構広い部屋でお姉ちゃんたちとディエットしてんですよ樋 <laughs> <laughs> 口久志が。はい、なんだこれはおいおいおいと思って俺の書かないで、うん、何やってんだと思ったら、えー、と普段のね前から知っている、えー、女性編集者がいて「ああ樋口さんこっちこっち」って。 ツイッターをやってないと「あ今仕事してるのかな?」って、うんあの「じゃあ俺の仕事もやってくれてるのかな?」と思うでしょ「うん、現実はこれです」って言ってっお姉ちゃんの加藤君でリアルやってるんですよ。<laughs> もうそこからねもうね,、えー、とね「何々大学のパンフレットはねお,<ー>お金もらったけどまだやってない」とか「誰々<ー>ミュージシャンの人は、うん、えとジャケットを頼まれたり3年描いてない」とか、うん、いろんなのあげられてもう俺膝から崩れ落ちて。 でも上がらない上がらない上がらないってずっと引き延ばしされて<ー>もう本当にぶっ飛ばしてやろうかとね何回も思ったんですけど <laughs> <ー>まあだけどねこれがねこうやってね裏表になってきてもう、ね、本当にああちょっとねこれまあ、ね、登場人物はねもう本当にね もう待たされたのもしょうがなかったかなという気持ちになりました。うん、江口さんはね、やっぱ編集者を二度泣かすと、うん、まずは原稿は来ないって泣くと。うん、で、今度仕上がってきた時のクオリティで泣くと。うん、そう。結局、その好きになっちゃうというか。う本当に頼んで良かった。なりますよね。でやっぱ、これだけ狂った人物を作品で描き切ってきた樋口さんも、さすがにこれ以上の。 いやもう僕のね小説のねエロバイオレンスとかやってきましたけどもう江口久志にはそしてこれが発売直前になって担当編集が電話かけてきてあの今、ご存知のようにあのもういろいろ物資が高騰してましてこの本がこのままだと0円になるんで樋口さん、印税引きさせてくださいとさんざん江口先生に泣かされたと思いますけどもう一回泣いてくださいって <laughs>、はい。 お前 <laughs> 高級鳥にお前は泣かないのか。<laughs> あそっか。もう江口寿と角川には。もう僕はもう泣かされっぱなし、あいつらの狂気にはかなわないです。狂気にまみれた編集者たちの話を聞いてきましたが。実は樋口さん。セクシー雑誌の編集もしていたんです。その異色の経歴に迫ります。 それだったらそのタイムリーにもし出せていたら、はいうん、なんか予言者じゃんみたいな話題のなり方もありそうだったですけど小説家となる前はブブカなどの編集者をしていた樋口さん作家となった経緯とは でそのうちいつの間にか作家になったわけですかそうですねあのー、そこで働いてて、うん、で系列の白夜書房という風うに映ってる時に、うん、その前後ぐらいに僕のあのー、師匠さんの、うん、なってくれる白石和文さんという作家さんにさん、えー、インタビューをする機会があって、うん、それで僕は初めてインタビューさせてもらいに行ったんですね、はい、そしたらもう初めてですよ、うん、初対面ですよなのに会った時に あななたたはどんんん小説を書いていててるんでですすかって言われたんです僕はもうそんなのその時の、えー、と彼女にも言ったことがなかったしうん、うん、もうびっくりしてしまってそれでもうそこからこうだん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 こう親しくなっていてお家に招かれていってある時1,000枚以上の原稿を今から1年かけて書きなさいって言われてそれでその通りに従って、えー、持っていって。 でも残念ながらね、それは世に出ずしまいのまんまなんですね。ああそれまでも書いてはいたんですか、編集に。書いてはいたんです。そうなんですよ。もともとじゃ、なんかまあ好きというか、書く、うん、ことはずっとやってて。そうですね。すねなるほど。その千枚がさらば増資会ではないんですか。ないんです。僕のね、自伝めいた小説だったんですよ。なるほど。それで。 当時のの環境をそまました小説でえっとね最後にね例えで言うとねタクシードライバー足すシャラマン監督のサインみたいな絵があったんですよ。要するに宇宙人が出てくるわけじゃないですけど荒唐無稽な人物が出てくるのでそれでね新潮社とか他の出版社も出してくれるって言ったのに僕がもうバカだから最後50枚やめろ書き直せって言われたんで断っちゃったんですよ。そそううなんでのちちに会社辞めゃゃって次じあ文章 次また本を書くときはあれより半分以下でスピード感があって理屈抜きで面白いにしようと思って書いたのがさらば雑司やデビュー作に至ってまあ今に至るるという感じでですすねがってんそれがねあの絶賛されて各所で。エロ本の編集者やってましたっていうのを聞いてすごい腑に落ちたものす, <laughs> そう<で>す <laughs> 感じました本当に。 まあグラビア雑誌とかもそうだし、そのエロ本とかそのなんか今はもうコンビニにあんまないですけど、なんかえそんな言葉と言葉組み合わせて注目させることあるみたいな表現あるじゃないですか。あるあるある。なんかそういうそのなんかでもやっぱり綺麗な文章よりそっちの方が目に。 ついちゃうし、その手に取っちゃいたくなるみたいなのの連続だったから。かいやあとそもそも白石さんがブブカの次第よく受けたなっていう,うやていや <laughs> 本当にそう思いますよ。だって今でこそブブカって結構なんかすごいクリーンなイメージのアイドルだしに言ってるけど、結構ねゴシップ誌でしたよねあのころは,は、ね、もうひどいゴシップ誌で、でよく本当白石さん受けてもらえないと思ったので、うん、僕長文の手紙をしたためたんですねうん、うんで。どれだけ白石和弥が好きか っていうふうなもう今生きている作家で世界の作家でもう本当に一番すごいと思っているみたいなことをストレートに書いて送ったんですねそうしたらもうね1時間の取材のはずが3時間ぐらい喋ってくれましたねその取材を受けてくれた方こそ今の樋口さんがあるとそうなんですよしかも手紙あれですよ樋口さんの息子さんですよねそうです名前が和文っていうそう樋口和文まんまそうですまんまってことあるんだ あのね <laughs> あれなんですよこれ何でかっていうと,、はい、えと水道橋博士ががやはり一番上のお子さんん、はい、たけし君なんですよねそれはもう岩わく知れた師匠のピートたけしさんからいただいたわけですけど、はい、僕は当時独身だったんですけど、うん、あいつか自分も結婚してその子供ができてそしたら自分の師匠といえる人の名前を頂い,いてつけることができたら素晴らしいことだなと思ってたんですね。うん、でままあさせていたただきました まあでもね、あの日向さんもこれ一回もうサッカー復活ということで、そうですね。何度だって引退宣言して、何度だって戻ってきてほしいです。オ八回ぐらい引退してるんですよ。別にいいんですよそれ。ふざけるなって話だもんでも、そのプロレスの洒落がわからない人が結構嘘つきとか言われいその時本気で思ってたら嘘じゃないじゃん。そうですよっていう。そんな引退と復帰を繰り返す日向さん。 おすすめの一冊は、ネタの方向。おすすめの本もですね。はい、おひふさんご自身の本以外にも、今日お持ちいたい,ているということで、ご紹介いただければと思いますはい、はい。ます人間臨終図鑑ですね。 これは山田風太郎は。はい、そうなんです。名著ですね。ええー、どういう本かと言いますと、はい、山田風太郎という人が古今東西のもうすごい有名な人から、うん、別にえー、そんなに有名でないという人までこうその人の死に際をまとめた本なんですね。はい、なんでまた僕がねこの本を知ったかというと。はい 中高1ぐらいの時に「ロッキンオンジャパン」って今もありますけど、はい、そこに江口久志さんが自分のエッセイ漫画を連載していて,いて,いてその中に江口さんが自らが出てくるんですけど「えー、山田風太郎の人,人,人間人獣図鑑」を読んだ「うわー武者の幸治さんのやつすげえ」とかって本人が出てきて、うんえー、感想を言ってるしてるんですよ。うん、それがね僕すごいずーっと と引っかかっててでその本が出た時もこんなね工事絵みたいな一冊だったんですよ最初は、えー、それでその時はまだ僕、えー、図書館でそれ見つけても全然ついていけなくてそれがねえー、っと社会人になって数年目ぐらいで本屋さんでこれよりねもうちょっと大きいサイズで全3巻でね出し直しされてたんですね、はい、でついに今度こそ3巻まとめて買って読んだらもう本当にすごい内容でそれはね あの人夢枕バクさんが帯にね、うんえー、作家志望の皆さん「えっと、これはとんでもないネタ帳ですよ」って後に書いてあって <laughs> まさにそのとおりと思って。 もうだからね僕今ね小説を書いていても、はい、もうねつらいなつらいなと思ってしんどいなと思って書いてるんですけど、ええ、楽しいのはね2つあって自分の好きなミュージシャンの歌詞を引用してこうやってフレーズとかに散りばめることができる時と、はいうん、もう一つはこの「人間臨終図鑑で」で、えー、取り上げられた人の名前を出す時なんですよ。うん、なんか樋口さんってなんかこう、ええ、オタク気質というかその推しみたいな感覚が多分ありますよね。うん、ね口さんんにしそうそうしてもだ、うん、なんか 夢かなってる感じですよね。うん、そのいい感じのいわゆる子供子供っぽさというか、何かになる成長しない。 逆に言ったら初心を忘れない一番大事無法の世界にもあの g h さん好きなミュージシャンの歌詞がちりばめられてブランキージェットシティとかこういうことやっていいのかなとか思いつつも想定やってくれた方から今までね「あ大丈夫よスティーブン・キングもバンバンやってるからさ」とかってこう言われたりしてそうなんですよでもね僕ねこの間原さんに「この無法の世界がブランキー・ジェット・シティ」からバンバン引用してますねみたいなこと言われて今更ながらそうだったなと思ってこの「無法の世界」って「ザ・フー f っていう70年代のイギリス 「ブランキー・ジェットゥシー」の曲からのフレーズからのタイトルにすればよかったってね今すごい後悔して江口さんの絵待ってる間とかに考えれたのに 1>, 1年があったら忘れちゃったのも多分「てこの世界」っていうのが読んだ身からするとすごくしっくりくるタイトルですけどね。 日口さんのもう一つのおすすめ本そっちのとつながってくるんじゃないですかはい、はい、これはエンドロールまさにリアル現在進行形の人間臨終図鑑ですね樋口さんのおすすめをもう一冊こちらは余命半年を宣告された著者の対談集樋口さんのおすすめ2冊目は余命半年を宣告された著者の対談集 金井俊太郎さんっていう方は映画バイヤー映画プロデューサーの方で、はい、それも本当に変わった人で、えー、世界中のこう、まあ、もう B 級どころではない Z、えー、級のもうどうしようもないような映画を買い付けて日本で公開するっていうのをずっとやってきた人で,で僕は20代からの知り合いなんですよ、お互い。でかみちゃん、このいわゆるアメリっていう映画をね日本で見つけてきた人で、はい、かつてはフジテレビの月9ドラマの主人公のモデルになったこともある人なんですよ。 しかもアメリー私すごい好きなな映画なんでとんでもない単館の映画館の、えー、記録を破って十数億のもう大ヒット工業的ヒットを生んでうん、うん、とんでもない悪運を持ってるやつなんですけど。 結婚するのが<ー>結婚した回数が四回、はい、え四回目が、えーえー、妻が現在もそうなんですけど漫画家の倉玉さん、はい、倉玉由美さん、うん、えー、ダメンズウォーカー大ヒットしたけど、はい、ダメンズウォーカーをかえて大ヒットしたくせに、うんうん、何一つ学んでないんだなっていう,ふうな、ね、どうしてこんな人とどでもそれだけの数があるってことは非常に魅力的な人間だってことが伝ってきますよねモテ、まあ、る,るってことでしょうねそれだけで金井俊太郎さん かなりの破天荒な方だったようですが、膵臓癌のステージ三ていうことが分かって、えー、去年の6月5月6月ぐらいに余命半年って言われたんですね。<ー>それで、えー、いよいよもってまあ1年を過ぎて、である時僕のところ電話かか,かってきて、いやひぐちえって、俺もうすぐ死ぬんだけどさ、<laughs> びっくりする俺。いつもと変わらない感じ。 あの通常運転なんですけど金谷俊太郎にとっては、うん、あのさこうやって対談本出すからさ出てくんないって言われて、はい、で僕以外にもそうそうたる顔ぶれジュブリの鈴木さんですとか、ね、それと「倉玉」とのえこう、えー、キューピッドになった中村ウサギさんですとか、うん、いろんな人が 出てくれている。そうなんです。でも、この余命半年の人がよくこれだけヒひろさんとくだらない話を展開できる。すごい。どういうメンタリティで。そのね。あの。怖くないのか。あのね。普通そう思うでしょう。金井さんって本当そうで、三億の借金があった時も。寝れない夜が一日もなかったっていう。はい、ぐっすりなんだ。借金の取り立てが。それで、自己破産したら、来なくなったんですよ。そしたら、自分これ電話したの。お前、なんで来ねいんだよ。 って言ったら「<う>え何言ってんだよあんた自己破産しただろもう取り立てできないから行かないに決まってんだろ」って言ったら「お前俺が寂しいだろ?」って言ったあげたんですなで今回も医者に倉田とこういうふうに言ったらお医者さんが「余命半年です」って余命宣告したら<う>倉玉さんは泣いてるわけですよ<あ>そしたら金井さんは普通と「え半年なんだ」って思っちゃったへあそう しかも、この本のタイトルがエンドロールっていうのが、また。やっぱ自分でそれを言えるか。言えるっていうね。いや、すごい。こんな人にね、本当出会えてよかったです。なん、うん、いか樋口さんの賞ももちろんですけど、うん、他にもめっちゃ気になる方がね。うん たくさんいらっしゃるから話題の一冊でございます、はい、これが今年の僕2023年自分の本を差し置いてもベストワンですいやいやいや、うん、ということで本日のゲスト新刊無法の世界絶賛発売中でございます作家の樋口滝人さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました公式 youtube にて見逃し配信中ホームページからバナーをクリックタクシーの中新幹線の中でもメールがずっと来るの<ー>なんであんなことを言ったんだ そそもそもあんたはね、ねあの時もそうだったってえあれ覚えてるんだ。